実はヨーグルトに混ぜるだけでポッコリお腹血糖値糖尿病一気に解消最強レシピを紹介します実は朝のヨーグルトがダイエット効果を倍増させるって知ってますか僕は1 2 0キロから痩せた時にこの食べ方で脂肪だけを的確に落とすことができたんですただ食べてるけど痩せてないけどわかりますそんな方にヨーグルトにこれを合わせたら勝手に痩せていくという具体的なメニューも紹介をしていきます本日の動画の推しの 長きとして朝のヨーグルトの効果痩せる人痩せない人のたった一つの違い混ぜるといいものを7個食べる際の注意点紹介をしますのでぜひ参考にしてみてくださいそれではまずヨーグルトの効果について簡単に紹介をします腸内環境を整えるというイメージが強いんですがそれだけではなく乳性タンパクというのが含まれています初めて聞く方もいらっしゃると思うんですがこの乳性タンパクは炭水化物の摂取前 前に摂取をすると glp 1という痩せるホルモンの分泌が刺激されて食後の血糖値の上昇を抑えやすくするということがわかっていますつまり朝食と一緒にヨーグルトを取ることによって血糖値の上昇を抑えやすくして朝からダイエット効果を発揮してくれるということなんです実際にヨーク大学の研究ではヨーグルトを食べると体重 bmi 体脂肪が減ったとダイエット効果まで発揮してくれるというのが研究によっても証明されています ますただし朝にヨーグルトを食べて痩痩せせるる人人ととないいいのののたったっつの違いというのがあるんですそれは空腹状態で食べると痩せない朝は空腹の状態で胃の中に食べ物がありませんよねそのような時にヨーグルトを取るとその酸性度が原因でヨーグルトに含まれる乳酸菌やビフィスズ菌が機能しなくなってしまうんですより多くの生きた菌を腸に届けるためにはヨーグルトを食事の最中 または食後に食べるのが最も効果的ですまた朝食時と夕食時では夕食時の方がカルシウムの吸収率が高いということが分かっていますそのためヨーグルトに含まれるカルシウムを効果的に摂取するには夜に摂る方がおすすめなんですつまりダイエット効果を高めるなら朝食の後にヨーグルトを食べる方が効果的ですしカルシウムをより吸収させたいよっていう人には夜ご飯後にヨーグルトを食べるのが効果的です 効果的な,んですなので骨の密度が気になるよという方には夜にあるものを混ぜるだけでよりダイエット効果を上げていったりとか吸収率を上げるもの別の動画の中で紹介をしてますから概要欄チェックしてみてください。なのでここからはですねそんな朝にヨーグルトに混ぜるといいものを7個紹介をしていきます。1つ目みかん 脂肪燃焼力が高いんですいやー、朝からフルーツを食べると血糖値が上がりそうとも思いますよね。ただ、このミカンなどの柑橘系の中にはシネフリンという成分が含まれています。このシネフリンというのはダイエット系のサプリメントでも使われている成分で、脂肪燃焼力の高さで注目されているんです。ただ、糖質が溜まって脂肪になってしまいそうなイメージもあると思います。実際に行われた研究ではですね、カロリー制限を 行ってダイエットをしている人たちに半分にはオレンジジュースを付け加えてもらったっていう研究があるんですねその研究ではオレンジジュースを飲んだ人の方が体重が1キロ多く減少しコレステロール値や血糖値が改善したということが分かっているんですねこの研究の中ではこのシネフリンというのがしっかりと脂肪燃焼効果を高めていってくれたということが分かっているんですただしこの研究の中で使われていたのは100%のオレンジジュースを ジュースであって濃縮還元と言われていたものだったり砂糖が多く含まれていたものにはこの効果は得られなかったということが分かっていますからヨーグルトにみかんなどを入れて食べていただくとその効果を発揮してくれるということなんです。続いて2つ目はちみつ 血糖値を下げてくれるんですただ蜂蜜も甘いから血糖値上げそうとも思いますよねただ砂糖と蜂蜜の違いというのは大きくあって蜂蜜自体は砂糖の1.3倍から1.5倍甘みが強いのにもかかわらずポリフェノールが含まれているため空腹時の血糖値上げづらいどころか下げてくれるということが分かっています実際に行われた研究では砂糖と蜂蜜を取ってもらってですね空腹時血糖値を調べたものがある ですが砂糖を食べた人は空腹時血糖値が2.2%上昇したとなんとなくわかることが起こったんですが蜂蜜の場合は空腹時血糖値が4.2%下がったということがわかっていますこれは蜂蜜の中に含まれるポリフェノールだけではなくですね他のたくさんの栄養素が脂肪肝のリスクまで減らしたということまでわかっているんですねただこの研究で使われた蜂蜜というのは純正蜂蜜一般的に蜂蜜は3種類ぐらい 売られているんですがその中でも純正蜂蜜以外はですね砂糖だったりとか他の混ぜ物がたくさん入っているということが分かっていてあまりこのような効果が得られないということが分かっていますから少し値段が高いのでまだみかんを入れる方が効果的なんじゃないかと僕は思いますのでフルーツを入れて食べるようにしてみてくださいその時におすすめなのが3つ目バナナ。血糖値を上上げげににくくく朝に食べるることででで夜のの睡眠の質まで上げてくれるんです バナナの中にはレジスタントスターチっていって血糖値を上げないような食物繊維が含まれていたりとかトリプトファンと言われていてこのトリプトファンを朝から取っておくと夜にはメラトニンという成分になって睡眠の質を上げてくれるということが分かっているんですね実際に行われた研究でもバナナを食事の後に食べた人はレジスタントスターチの摂取量が増えて血糖値が落ち着いていたということが分かっているんですねたただこのの研究の中で使われていたバナナを グリーンバナナグリーンバナナというのは緑目のバナナを食べることによってこのレジスタントスターチの量がですねおよそ70%ぐらい多いので食後の血糖値緩やかにしてくれるよということが分かっているんですねなので朝からバナナとみかんをヨーグルトに入れて食べるとより効果が上がってきます続いて4つ目オリーブオイル血圧を下げる効果があるんですねオリーブオイルの中にはオレイン酸リノール酸といった健康効果が高い脂肪酸が含まれていますこれらはですね 血液中に入ると油なのに血液中の脂肪というのをですね燃焼しやすい状態に持っていてくれるため血液がサラサラになって血圧を下げる効果があるというふうに言われています実際にですね2000年に行われた研究では高血圧に悩む人にオリーブオイルを摂取してもらったところそのうち8人は治療薬を止めても OK なレベルまで症状が改善したということが分かっているんですねただこの研究の中で使われたオリーブオイルはエクストラバージンオリーブオイル市販の オオリリーブオイルルははでですねカリフォルニア大学のの研究でおよそ69%の商品には混ぜ物がが入っっててていいいたととうことが分かっていて普通のオリーブオイルだけではなく悪い油もたくさん含まれていてかさ増しされているオリーブオイルはやはり血圧を下げる効果ではなく逆に血圧を上げてしまったり血流の流れを悪くするというものもありますからおすすめのもの概要欄に貼っていますからだいたい小さじ1杯から大さじ1杯程度のエクストラバージンオリーブオイル ヨーグルトに入れて食べてみてください続いて5つ目食物繊維腸内環境を良くする効果があるんですねヨーグルトだけでも乳酸菌とかビ微ズス菌が含まれているので腸内環境を良くしてくれそうという風うに考えるんですがただこれらの乳酸菌だったり善玉菌というのは餌がないとうまく働いてくれないということなんですねこの時の餌が食物繊維になってくるんですがこの食物繊維は水に溶けやすい水溶性と溶けにくい不溶性この2つがあるんです ですが便がが出にににくいいよという方には水溶性食物繊維がおすすすめになってきますただですね、僕たち日本人は厚生労働省の調査ではですね、1日4から 5g 程度食物繊維が不足しているということが分かっているので、この4から 5g を補給するために必要なのがサンファイバー100%グア豆生まれの水溶性食物繊維のことで、スティック1方でこの不足しがちな4から 5g の水溶性食物繊維を補うということができるようになります。実際にですね、この 食物繊維を取ることによってある大学の研究ではカロリー制限も食事の内容も変化してないのに体重が2 1キロも減ったということが分かっていますからおすすめのサンファイバー概要欄に貼っておきます続いて6つ目リンゴ酢お酢に含まれる酢酸はですね血液中の中性脂肪を減らす効果があります実際に2009年に行われた研究では朝晩2回に分けて12週間毎日お酢を摂取してもらったところ中性脂肪内臓脂肪が減ったよというた いうことが分かっていますなのでリンゴ酢を大さじ1杯程度ヨーグルトに入れて食べていただきたいんですがこの時にもっと腸内環境を良くしたりとか血流の流れを良くしようと思った時にはビオフェルミンやビオスリーなどの成長剤を飲むことによってより効果が上がってくるというふうに言われていますからこの組み合わせで試してみてくださいこの時のお酢はですねリンゴ酢以外でも市販のものでも代用可能だと思いますからえ自分が食べやすいものを選んでみてください続いて7個目 パウダー運動をした時と同等以上の効果があるんですこのオカラパウダーにはですねアディモネクチンを増やす効果があるんだということがわかっていますこのアディモネクチンっていうのはですね体の中に入ると AMPK というタンパク質を活性化してですねこの状態はまるで運動をした時と同じような効果が得られているという研究があるぐらいなんですねつまりですね朝からヨーグルトにオカラパウダーを入れて食べることによって腹筋100回するよ もの効果を発揮してくれるんんじゃなないいかととうことなんですね実際にはですね、このおからパウダー大さじ1杯程度ヨーグルトに入れてですね、フルーツに合わせてですね食べると食べやすくなりますから、ぜひ試してみてください。それでは最後にですね、このヨーグルトを食べる際の量だったりとか、え注意点ご紹介をしていきます。まず、具体的な量なんですが、100g から 200g を目安に市販の1カップ分食べるようにしましょう。2つ目食食べべ方なんんでですすががそのまま食べてもいいんですが コシウムや全生菌の吸収率をアップするために電子レンジ600ワットで40秒ほど加熱して食べるようにしてみてください続いてヨーグルトの選び方なんですができるだけ低脂質無糖のものを選ぶようにしましょう脂質が多く含まれていると血流が悪くなって脳梗塞、心筋梗塞、糖尿病の原因になりやすいという風うに言われていますからオイコスだったりとかギリシャヨーグルトなどタンパク質が多いものを選んでいきましょう続いて4つ目乳糖不耐症やアレルギーの方は NG ヨーグルトの 中にに含ままままれる乳乳糖糖ををううううく消化吸収できないいいいいい人がいらっしゃいますすこ方不と言例えば牛乳だったりとかヨーグルトを食べてですねお腹がギュルギュルしたりとか便秘がなかなか解消しないという方は乳糖不対症の可能性がありますし乳製品に含まれるタンパク質を摂ることによってですねアレルギー症状を引き起こして肌荒れがひどくなるという方もいらっしゃいますから体に不調を感じたら食べないようにしていきましょうどうだったでしょうか他にも夜に ヨーグルトに混ぜるといいものや炭酸水に混ぜるといいものを紹介をしてますからぜひ参考にしてみてください最後までご視聴ありがとうございましたそれではまた明日バイバーイ